しゃい。最近ちょっと面白い遊び道具を手に入れまして、もともと野球用の練習器具なんですけど、ゴルフにもいいらしく、暇さえあれば振ってます。では酒クエスチョン。あんこをねぶりながらお酒が飲みたい。ねぶるって方言、方言よね。あのねぶるっていうのが、なめるのもっとこう湿度の高いバージョンというか、なめる、ねぶる、ねぶり倒すみたいな、まあ、そんな三段活用なんですが、まあ、あんこをねぶりながら行く酒ちょっと選んできます。天温の木本濁り酒、こちら紹介したいと思います。あんこ舐めながら、まあ、濁り酒、まあ、これ、まあ、常温でもいいし、おかんでもいいし、まあ、練習よりは、まあ、常温缶の方がいいかなと。冷たいおはぎよりも常温だったりね、出来たての少しあったかいおはぎの方が美味しいのと一緒で、それ以上説明もする余地もないくらい、まあ、完全に あんこにはあんこをねぶりながら濁り酒を召し上がっていただきたいんですが、まあ、一個濁り酒を美味しく缶つけるまあ、ポイントなんですけど、粘度があるというか、その濁りのエキス分が多いんで、さらっとした、まあ、通常の日本酒よりも温度を上げてやったらいいですね。エキス分が多いとぬるいと、やっぱぬるさを余計感じちゃうんですね。わかりやすいのが、あの吸い物って65度とか70度ぐらいでも美味しくいけるんですけど、ラーメンのスープが65度70度だともうぬるくて全然美味しくないですね。それとね、一緒で、こうエキスの濃いこう濁り酒っていうのは、もうこれも感覚的なんですけど、通常のまあ上缶の50度ぐらいのイメージで飲みたかったら、もう60度ぐらい上げてやった方がいいですね。なのでこれもちょっと厚めに缶にして、まあ、あんこと一緒に合わせてもらうとちょうどいいのかなという気がします。ぜひお試しください。今日の酒クエスチョン、あんこをねぶりながらお酒が飲みたい、濁り酒を厚めに缶つけておはぎ気分でどうぞ。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。